イソロクとカタモンとかかっこいいと思う。アキレス、エルドアン、アントアネット、ジャンヌダルクとか、もうありそう。ロクリタよ、確か小倉で走っていた小さい馬2本、シャラクヒロノリエ、ヒロムノリエ、ササミドリ、ササミドリ、小松五郎よしかね、ショー。ダウインが未だにいないのが謎。1-2エジソン入る。不思議発見。クローマル。弁慶いそうだな。10エジソンもいる日本馬では歴史上とかスポーツ系の有名どころは単独、またはプラス冠無理なで大体すでに使われてるニュートン、種。マッカーサー。七青い空って人名かよ、小青い空なんじゃね。13弁慶はいたなぁ、どこかの一口クラブの丸外で、ダートを主戦場に等しオープンぐらいまで行ったはず。ゴンスケ、モンドノスケ、チャップリン、ランビエール、アンデルセン、イソップ、信玄、信玄ならもういたよ、五郎丸、トラさんで検索したらこんなの出てきた、ノンコはパクリカ、カシノヒカル日本、グランシェリー外人、蓬莱秋子日本、西野暁日本、ルルーシュ外人、里野修練日本、もし、朝吉、ジュサブロー、影丸、トルストイもバルザックもいるのに、ドストエフスキーはいねえ。デーモンヒル、アルベール、ダイタヒカル、ジョルジュサンド、ヒョードル、ボルフガング、プルシェンコ、近藤英子、カダーレイカ、トヨマル、桜あやね、東十郎、海老蔵、千尺、歌丸、中車、士官、猿之助、金之助、玉三郎、アンナ桜、マクマナマン、バムガーナー、ハーシュハイザー。一時期、重松国太っていう馬主が偉人の名前を付けまくってたけど、全然走らなかった。やはり、よっぽど見込みのある馬にだけつけてほしい。その手のネタで一番ひどかったのはナポレオンシーザーかな。小栗の全レースを振り返る企画があるたびに同馬が4コアナーで足ブラブラさせて。サタエリコ、8ヨハン、メンデルも効かない、フランシス、ボルトンは使いづらい、美穂雪、星の光、マグナム、北斗、朝吉対銀次郎は実際に見た、青い空、日の光、モンブラン、シゲル、松崎、シュバイツァー VS エジソンの偉人対決もあったな、大優作、27蓬莱秋子は中黒中黒中黒、いや、なんでもない、ゲルハルト・ベルガー、ガルベス・ペタジーニ、ダグ・アドルジ、スティール・ベッキー、竹豊、伊達公人、久保大斗、ベッキー、清原、